土壌はナショナルリーグの3番手ピッチャーグッデンが出てまいりました。メッツです。ドワイト・グッデン、若干19歳。長嶋さん恐ろしいピッチャーが出ましたね。三振の数が17試合で133。さあランス・パリッシュと対します。5回のアメリカンリーグ、キングマンね、今のアスレチックスにいますけどね、まあ彼は今年選ばキングマンを選んでくれなかったんだという。ああなるほどね、はい、あ出てますね。あの10代のルーキーでまだあの三振出しようになったのはいないというね、スーパーが出てましたけど、長身から投げ込むストレートカーブですか、この肘そしてこのスナップの使い方が非常に柔軟で、柔らかく使いますね、はい、腕の振りが、まあ、平均、まあ、150と言われるんですがね、むしろファーストボールよりも、カーブの切れ味がですね、すごいんですね、はい、ですからあの1960年だったと思うんですが、ダジャースが全盛時でした、サンディ・コアクス、そしてドン・ドラシデールのあの2枚看板の、あのサンディ・コアクスのですね、あの大きく割れるドロップ、あれに匹敵するくらいのですね、切れ味を持ってるんですね。あこれは高めの釣り球ませんがね、そのうち投げるでしょう、カーブの切れ味。これは完全なボール球、釣り球ですかね、振らされちゃうんですね。よかったですね、海道尾崎選手ね、はい、このグッデンが今年オールスター19歳出てきました。だけでしたね、カーブ投げきれなかったんですよね、まだ力がなくて。チェットレモン、あこれですね、今のカーブですね、いい感じがするというふうなカーブです、ね、だそうですね、はい、このグッデンのためにヤンキースタジアムよりもですね、今シェイスタジアムが K というですね、この旗を作りながら、ね、三振取れ取れとお客さんがですね、上りを立てて応援してるわけなんでしょ。そうですね、皆さんどうですかね、ナショナルリーグにはこのグッデン、そして先ほど投げたバレンズエラ、そしてあの、まあ、この後出るピッチャーいっぱいいますけどね、多いですね、今のこれが本当の持ち球でしょうね、大きく割れてますね、カーブが、いやー最後速球。グッデンの方はね、去年なんとあのマイナーリーグでも A クラスですよね、 1A ね、1A からこうやってメジャーにポッと上がってきたんでしょ、そうなんです。それからこのバッターのあのあれ、誰が想像したでしょうね。そうですね、先ほどバレンゼラ始球式やったカール・ハッベルがですね、はい、5連続三振取りました。今から50年前のあの、さあ2エンド2、いや最後速球です。4回5回と6連続三振、バレンゼラ、そしてこのグッデン、